川内和友は、MBS メディアホールディングス相談役最高顧問、毎日放送前取締役会長、京都府京都市出身、同志社大学文学部社会学科卒業後、1971年4月に、毎日放送に入社。同期には、アナウンサーの野村啓治、平松国夫、近藤光文、元テレビプロデューサーの小藤義本がいた。営業、事業畑で進み、 1993年に東京支社テレビ営業第一部長となり、1997年にラジオ営業局長兼業務部長、1999年に事業局長、2002年に取締役テレビ本部副本部長兼事業局長、2003年に常務取締役テレビ本部長を経て、2005年より常務取締役をそれぞれ歴任。 2007年5月17日、取締役会で第7代社長、山本正宏の公認となる社長就任が内定。6月27日の株主総会終了後の取締役会で毎日放送第8代代表取締役社長に就任した。2015年6月25日に行われる株主総会にて代表取締役会長に就任。 近畿情報通信協議会会,会長も務めている一般社団法人アジア調査会理事2018年秋の叙勲で朝日中受賞を受賞河内に課された任務は4年後の2011年に迫った地上波テレビのデジタルへの完全移行をつつがなく完了させるとともにデジタル時代に見合うコンテンツプロバイダとしての MBS のビジョンを書き直すことだった 大阪キング終了、編集2008年9月、リーマンショックを契機に、世界同時不況が起こる。MBS は、特にテレビのスポット CM 収入が大きく落ち込む、影響を受けた。前年の千里都急放送センターの土地売却で得た。利益は、地デジ以降に必要な局内や、中継局などの設備投資に当てていて余裕が、それほどなかった。このため前任者の山本が打ち出した。 スーパーリージョナルステーションの路線に狂いが生じる。MBS 京都プロジェクトは川内が京都市出身ということもあり継続したものの、イベント開催に巨額の経費がかかる大阪キングは持ちこたえられなくなり、2008年秋、5年間続けたイベントの終了を決断する。詳細は大阪キング2008年夏で終了を参照スポーツ中継のリストラ。 編集リーマンショック後の不景気でスポンサーがかけられる広告費全体も大幅に縮小し特に MBS が得意とするスポーツイベント中継が影響を受けた第五代社長祭藤森喜びが就任した1985年から続けてきたパナソニックハイ毎日甲子園ボールの放送は川内就任当年の2007年は地上波全国ネットで深夜の録画放送を行ったが 翌2008年の第63回大会は、地上波が MBS とキー局 TBS テレビ以外では放送されず、BSI と CS のガオラで完全性中継。そして2009年からは大会を主催する毎日、新聞社の意向で NHKBS1 に移行となり、MBS は放送権を失った。詳細は、甲子園ボールテレビ放送を。 三勝選抜高等学校野球大会では、山本時代の2003年に、地上波テレビでの放送が準決勝、決勝の2日間だけに縮小されていた。ラジオはまだスポンサーがついていたこともあって前、試合生中継を続けていたが、河内は民放には民放のやり方があると述べ、2008年の第80回記念大会をもって取りやめた。2009年の 第81回大会からは、テレビと同様、準決勝、決勝の2日間だけ生中継を行うことにした。詳細は、選抜高等学校野球大会毎日放送、ガオラ及び山本正宏スポーツ中継のリストラを、参照全国高校ラグビー大会でも、河内の就任当年、2007年12月に、開幕した第87回大会からラジオでの、 放送が全廃された。これにより、ラジオでは、例年1月5日に行われる、中央競馬の正月開催初日を中継できるようになり、新春スペシャル、みんなの競馬を設定して、試行者兼スポンサーの JRA から安定的な広告収入を得られることになった。2011年以降、全国高校ラグビー大会は、CS 局の系列のガオラではなく J スポーツが全、 試合中継時、地上波はダイジェストのみとなっている。詳細は、5号競馬サンデー。イレギュラー放送の可能性及び、全国高等学校ラグビーフットボール大会2007年度、お参照ラジオ史上最大の改編。編集2009年4月改編では、ラジオのワイド番組の流れを全面的に見直した。改編率は53%に上り、 MBS ラジオ史上最大規模の改編となった MBS ラジオ聴取状況も参照平日の場合早朝の朝一番都島みゆきですを終了させ後続の朝から天子盛りを拡大続くありがとう浜村厚氏ですは影響がなかったもののさてはとことん菊水丸に変えて上泉雄一の絵絵なお豆乳こんちはこんちゃんお昼ですよ は、時間延長、の村での村だ EX トラ。は、全面リニューアルした。夜のラジオ報道部所管番組、MBS ニュースレーダーの後には、MBS 歌組スマイルソングズをスタートさせた。この結果メインパーソナリティが芸能人のワイド番組は、ありがとうだけとなり、MBS アナウンサーと OBOG の活躍の場が、増やされた。 同年6月の5局合同聴取率調査では8年ぶりに単独主位を奪還。2位に転落した ABC ラジオは直後の7月、東京からのネット番組を大量投入する改編を行った。詳細は ABC ラジオ聴取率を参照同時に歌組とチチンプイプイを連動させるなど、県営局の利点を生かしたテレビとラジオの協調編成もスタートさせた。 創価学会との取引再開、編集 MBS は国内最大の新宗教団体、創価学会とは元来距離を置く方針を取ってきた。テレビでは、スポット CM、タイム契約ともに開局から山本社長時代まで50年近く受け入れたことがなく、ラジオのみで出向を受け、それも斉藤時代の1991年に全面禁止とした後20年近く途絶えていた。詳細は、 MBS ラジオ番組編成の特徴を及び、政教新聞広告執行を参照、J-Wave 特徴をも参照しかし、リーマンショック後の収入の落ち込みは激しく、地デジ移行という大きな投資を控えていた MBS も、総価学会だけを名指しで拒否し続けるわけにはいかなくなった。河内は段階を踏みながら、総科学会との取引を増やしていくことにした。まず2008年4月改編で、 創価大学を運営する学校法人、創価大学を出向者として認め、続いて2009年4月改編で、ラジオに限って、学会提供番組の受け入れを再開した。しかし、第6代社長、柳瀬明が2001年10月改編でネット、受け拒否とし、関西では、系列外のラジオ大阪で放送されていた、学会提供の JRN 全国ネット番組、あなたへ。 モーニングコールは、本来の放送時間の午前4時台に、自社制作のモーニングミックスがあることからそちらを優先した形となり、本来の JRN 加盟局で、前番組、歌うヘッドライトも放送した MBS には戻らず、引き続き、OBC での遅れネットによる放送となった。詳細は、柳瀬明、あなたへ、モーニングコールネット拒否。 大阪放送、JRNRFFM 局とのネット、及び、もうすぐ夜明け ABC 概要を参照さらに、2010年9月の、アッコにお任せ。おかわきりに、TBS や、その他、JNN 各局制作のネットワークセールス番組で、かつ制作局と、同時ネットの場合に限って、テレビ向け CM を受け入れるようになり、2012年4月改編から、 自社制作番組へのタイム契約を解禁、同年9月には、スポット CM の出稿も受け入れて、学会との取引は全面再開となった。ただし、学会に批判的な発言や取材をたとえハプニングであったとしても放送するなど、タブーを設けない対応は現在でも際立っている。詳細は、MBS テレビその他及び、報道におけるタブーツルタブーを参照なお、総科学会及び、 政教新聞からの CM の出稿の一切を認めていなかった時期でも国政選挙運動期間中の公明党の CM および政見放送と総科学会系列の学校教育機関の CM の出向受付に関してはテレビ、ラジオともに認めている。特に公明党に関しては法解釈上選挙広報の扱いを受けるので放送局の都合があっても断ることができないので 優勝での出向を認めている。総価学会マスメディアとの関係、関西テレビその他、及びテレビ熊本補足も参照 USJ 閉鎖、茶屋町への集中、編集2009年1月7日、河内は年頭記者会見で MBS スタジオ inUSJ を4年後の2013年3月で閉鎖すると発表する。前年1月にユニバーサルスタジオジャパンの運営会社、 USJ との間で、借地契約を10年に延長したばかりだったが、その理由は、千里急から茶屋町への移転の時とよく似たものだった。こうして、MBS の都心回帰第3段階がスタートする。詳細は、MBS スタジオ in USJ 閉鎖へ及び、山本正宏千里急放送センター閉鎖を参照。斎藤守喜び都心回帰へ、柳瀬明 USJ スタジオといい朝8時。 および、毎日放送 USJ 内に、自社スタジオも、参照2010年7月22日、河内は、定例記者会見の赤城茶屋町本社に隣接する、貸し駐車場になっていた土地を取得したと発表する。2013年9月に完成した、MBS 茶屋町 B 館は、地上15階、地下1階建てで、大型テレビスタジオ2つを設けることになっている。また、地下の車庫には、 千里旧ミリカセンターから中継車が移動。これにより、ライブラリーなど一部を除き放送関連機材、設備がすべて茶屋町に集結した。詳細は、毎日放送本社及び、毎日放送千里旧放送センター中継車は、大阪ナンバーを参照日本昔話と60周年、編集 MBS が誇る、文解散、漫画日本昔話は、 斉藤時代の1994年に新作の制作が取りやめられ、柳瀬時代の2001年には地上波での放送が一旦打ち切られた。山本時代の2005年、将来の DVD 化を想定して、初期作品の一部についてデジタルリマスターを行い、地上波放送されたが、肝心の DVD ソフトの発売にはなかなか踏み切れなかった。 柳瀬明漫画日本昔話打ち切り及び漫画日本昔話2005年からのゴールデン枠再開も参照かわちは地デジ以降や本社新館建設などで視聴者向けの60周年記念事業を大々的には打てない状況下で番組開始35周年と創業60周年が重なるタイミングを利用し懸案となっていた昔話の DVD ソフト発売を決定。2011年1月12日の年頭記者会見の、席上1本4話、全60巻とそれを5巻ずつセットにした DVD、ボックス全12本を年に3回、2年間かけて発売すると発表した。詳細は、漫画日本昔話その他を参照その宣伝を、かねて2011年4月10日、日曜午後5時からのアニメが、 作品の谷間になったのを利用して復活特番を放送した。特番はこの時間としては異例の高視聴率を記録、視聴者の喜びの声も多く寄せられ、河内は毎週レギュラーは難しくともスペシャルは今後も実施すると表明する。DVD も第一弾の5作品がトータル20万枚以上を売る大成功を収めた。詳細は漫画日本昔話、2011年春。 1>, 1日限りの復活を参照。そして、河内は、公約通り、同年8月の第2弾発売に合わせ、スパ目の枠で2時間特番を実施、8話一挙放送して、再び高視聴率を上げた。詳細は、漫画日本昔話、2011年夏、夏休みアニメスペシャルを参照毎日放送から、MBS へ。 編集毎日放送の現行のステーションロゴ2011年7月24日 MBS テレビはアナログ放送を終了しデジタル放送への移行を完了した開局60周年記念事業として従来は正式社名の毎日放送を一般向けのステーションネームとしても使ってきたのを改め同時に新たなステーションロゴを作ることにした2011年8月の1ヶ月をかけ テレビでは順次、制作クレジットを毎日放送から MBS に変更。9月1日の開局60周年記念日から、対外向けの故障は MBS に統一され、ロゴもライトグリーン色の新しいものに変更された。詳細は、MBS テレビその他及び、毎日放送設立を参照高人メモリーズ2014、編集2014年の年頭記者会見を目前に、 控えた1月7日、関西の民放テレビ会を長年にわたって支えた屋敷高人が死去したと発表された。河内は一夜明けた1月8日、ラジオで追悼番組を放送させた。その直後、高人が死の直前までレギュラー番組を持っていた読売テレビ放送社長、も月づきからお別れの会の発起人になるように打診を受け、 年頭記者会見では会への対応を問われた。忍ぶ会をやるならじめじめせず楽しく派手にやってほしい。という高人の意思を受け、在反民放テレビ5局で、同時生中継でもやるかとぶち上げるなど、積極的に関与。同時生中継は、ユート t の反対で実現できなかったが、お別れの会は3月3日、高人メモリーズ2014あんたのことが一途にやっぱ、好き屋年のタイトルで開催された。 詳細は、屋敷高人食道眼頭病と、死去を参照ワイド FM 準備、そして退任へ、編集2015年には、市街地中心部での電波状態悪化に対応した、ワイド FM の本格化が予定されていた。河内は、ABC、ラジオ大阪と共同で、近畿圏でのワイド FM 実施に向けて、放送免許の申請を行った。しかし、ナイキで、 社長定年と定められている65歳を大きく過ぎ、在任も4期8年に達したことから、6月の株主総会を前に社長を退任すると発表した。後任には、常務取締役テレビ営業局長の三村圭一がつくことになった。詳細は三村圭一 MBS 社長を参照。ありがとうございます。